リエティ政策シンポジウム第4次産業革命と日本経済の展望に際しまして、一言ご挨拶をさせていただきます。現在、世界を見渡しますと、米中を中心とした経済グローバル化に向こうする貿易通商面での動きがあり、一方で人工知能、AI の一層の発達、活用など、大きなイノベーションも進んでおります。日本におきましても、 少子高齢化は進展し続けており経済停滞や社会保障税財政地方などの問題イノベーションへの対応 AI 時代の雇用や働き方など経済社会には多くの課題や挑戦が生じておりますこのような状況では政策対応にも従来にもまして多くの視点や考察を踏まえる必要が出てきております 経済産業研究所リエティにおきましては2016年4月から2020年3月に至る過去4年間の第4期中期計画におきまして世界の中で日本の強みを育てていく革新を生み出す国になる人口減を乗り越えるこの3点を重点テーマとして数多くの研究を行ってまいりました。そして、 数百に上るディスカッションペーパーを発表しいくつものシンポジウムセミナーワークショップを開催して政策シンクタンクとして新たな知見や政策的概念の発信に努めてきたところでございますこれらの研究の主な成果は第四次産業革命と日本経済と題します書籍書籍として刊行するところでございます 第4次産業革命の波を日本経済の新たな成長軌道に結びつけるにはどうすればいいのかまた少子高齢化が進み多々の課題を抱える日本はどのようにこれら課題を改善解決していけばよいのか本シンポジウムではディエティの研究に中心的に関わり日本を代表する各分野の経済学者の先生方が過去4年間の 第4期中期計画期間でのリエティにおける最新の研究成果と、新たに刊行されました書籍の内容も踏まえまして、ご報告いたします。以上、リエティからのご挨拶とさせていただきます。